皆さん、こんにちは。こんにちは。親権不動産屋のひろたです。2代目親の小宮です。はい、今日もですね、小宮さんと一緒にですね、ちょっと気になるニュースのね、お話をしていきたいかなと思うんですけども、今日はですね、顕微屋さんのニュースですかね。顕微屋さん不動産コラムニュースってところに出てたやつですね。再建築不可物件を可能にした事例も。170戸超の戸建て再生から分かった注意点とリフォーム費を AI 査定する技術っていうのが出てたんですね。で、なんでもその、まあ、無料でこれ何をちょっとインプットするかよく分かんないんですけど、その最近流行りの築古戸建てをですね、入れるとそのリノベに必要な費用を算出してくれるっていうサービスらしいですね。なるほど、あれですね、まあ、リフォーム、住宅に関わるリフォーム費用を、はい、まあ、AI のサービスが、はい、まあ、査定してくれるというところですよね。まあ、結構そのリフォーム費用って、そもそもね、なかなかこの相場があるようでなくてで、そうなんですよね。で、なんかあの結構そのリフォーム業者さんの言い値みたいなところあるじゃないですか。だから、まあ、確かにこの AI 査定してくれて、なんかそこから出てきたものがなんか参考になるのかなって感じはしますけど、ベンチマーク的な、ね、ことにはなるのかなっては思うんですけどもね、ただなんかこれどうやってやるのかよくね、この記事だけでは分からないんですけど、中古物件って一口に言って築古とかって言ってもですね、そのいろんなケースがあって、それをどうやって網羅してるのかなっていうのがあって、先般もちょっと DIY のね、得意な赤尾さんと、まあこれ YouTube にも出てるんですけども、その古い物件の見方の時にですね、例えば傾いてるやつなんか直すのってどうやってやるのかなと思って、出せるのかなとかっていうところがあって、単純に内装でね、クロスを張り替えるだとか床を張り替えるだとかっていうところはそんなにある程度面積とか数値的に分かるんでしょうけど、その傾いてるやつとかその辺どうなのかなと思って、そうですよね。なんかリフォームって本当にもうピンキリ で、 そうです、ね、まあ、本当にクロス張り替えるだけもあれば、もう設備をガラッと入れ替えるのもあれば、もう何ですかね、リフォームというかもうリノベーションレベルでやるのもあれば、いろいろなので、まあ、パターンもいろいろですし、なんかそうですよね、このね、 AI でサービスって言ってますけど、このなんかその係数というか要素がすごく多いんで、そうですよね、そうですね、なんか本当に1万円2万円とかの誤差だったら、まあ、ね、なかなかこう厳密にはっていうわけにはいかないですけど、まあ、そのね、この精度が、まあ、どれぐらいなのかっていうのはちょっとね、気になるところ、まあ、まだね、サービス始まったばかりというのもあるし、まだまだ事例もね、まあ、170個ぐらいの事例を学ばせたみたいなことは書いてありましたけど、まだまだこれがね、これからどん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 増えていくんでしょうけどね。でもなんか客観性と妥当性を担保する算定 AI なんてね、書いてあるんですけどもね。今結構、まあ、もう皆さんもご存知だと思うんですけど、物価高が、ね、来てて、こう材料費とかも上がってるんで、そうですね、まあ、日本のコストも上がってますし、まあ、そこがね、いろいろどうやって反映されてくるのかなってところですけど、実際にやった人の経験値なんかがね、はいはい、るって書いてあるんですけど ね、 ですね。まあね、だからあくまで本当に参考レベルという形には、ね、まあ、なかなか、なると思いますけどね。なかなかこの、まあ、一つはその最近ね、流行りのこの AI 技術を使うっていうところも、まあ、ちょっとしたセールスポイントかなっていうところもあるし、ただちょっと、まあ、さっき170って言ったけど、事例的にはちょっと少ないかなっていうのもあって、ただこれどんどんね、きっとこう増やしていって、より精度の高いものになっていくのかなという気はしますけどね。そうですね、はい。まあ、こういうのもね、一つのね、購入するときの参考にしていただければとね、思うんですけどもね。はい、はい、ということで、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。